トルネコの大冒険2をファンキーとともに挑戦。思い出話をしながら和やかにプレイしていると、何かのスイッチを踏んでピンチ。ちょっとこれひどい。持ち前のセンスで冷静にプレイし、見事ピンチを脱出するも、なぜかさっきのトラップを踏みに行くドグマ。結婚してドグナ前の出番が減った。元ファミ通ウェーブ編集長ルパン小島、ダンボールの中からランダムでゲームをプレイしていく企画で久しぶりに登場。だが相変わらずのポンコツっぷりを見せる。白が僕です、ルパンさんが赤です。俺ね、そんなに上手くないんだよ、俺も。まあまあ、だからちょっとほら、そんなに上手くないんだよ。あ、だってほら、そんなの絶対ダメじゃん。毎日分かってねえんだよな、このゲーム。何分かってないもうお前さ、ちょっと、あ、わざとやろ。逆に俺のことを煽ってない。もうやる気あんの？あるけど、分かってないんだって。だから繰り返しちゃうけど。最後は罰ゲームをかけて対戦することに。じゃあハンディつけるわ。かわいそうやからアイテムを、うん、ちょうだい全部。じゃあ全部、うん、じゃあ分かった、最後やからいいよ、ゲストやから。ありがとう。全部はきついな。ルパン小島罰ゲーム。これからやるよみたいなことを言ってもらわないと。3、2、1、はい。ルパン小島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。まずは昨年末、会長と一緒に FF7 に挑戦。金庫から地下室の鍵を手に入れ、地下牢を探すのだが、この後の隊長の発言に一同驚愕する。記憶、地下牢はどこなんやろ。地下なんじゃないですか。なんでもない。いや、違う地下牢はどこなんやろね。地下なんじゃないですか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 。ドグマ誕生祭では人生劇場を隊長も含めみんなでプレイ。中盤、学校でのイベントが発生し、ドグマがあることに気づく。これ隊長そう、あれこれ。ちょっとみんな見て、会長の顔面そっくり。これにバケツを。やばいな、これ似てるな。ちょっとみんな。しかも隊長が肛門チェック。意味。そしてドグマの肛門チェックが始まる。肛門見ないで、肛門見ないでって。いい肛門だ。ああ、よかった。これ嫌な予感。よかった。綺麗にしといてよかった、肛門。そっくり。抜き打ち、肛門を見るからな。最後は、同じく誕生祭から、隊長とツインビーをプレイしたシーン。なんか美しい音色って感じ。花粉の影響で、鼻の調子が悪い隊長だったのだが。みょ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 
多分メガドラで再現したらうわちょっと本当ミョーンミミミョーンミョーンや多分メガドラで再現したらうわ多分メガドラで再現したらうわ多分メガドラで再現したらうわおいこれやばいでしょちょっと隊長ここはとこれもうこのジャージ嫌や俺染み込んでまってやんけこれ今日はイブムちゃんと約束したんやで隊長を祝いしてくれ隊長の悪口を一回も言わんようにしようねって隊長さんでもそうですよ栃木から来てくれるんで優しくしましょうって言ったけどやっぱり言うわシェッ2019年一発目は MSX 版ファイナルファンタジー1に挑戦フロッピーの入れ替えに毎回緊張しつつ4日間交代でプレイし続けようやくラスボスの元に到着わしは永久に生き続けるのだ来たー正解7年越しのレイズサーベル食らいやがれクソ野郎1年前レイズサーベルで倒した瞬間を見せることができなかったドグマはレイズサーベルを連発するが全く成功せず代わりにカウンターを食らいあっけなく全滅再びラスボスに挑戦レイズサーベルは早々に諦め物理攻撃と補助魔法でラスボスを追い込んでいく攻めようようやく決めろやるじゃん決まったよしやったーよーしちょっと待って再びこの世界を4つの光が照らし出し笑ということで改めまして皆さんありがとうございましたおい誰やレイズサーベルでバカあんなも無理だろお前ちょっと鼻水がすごいティッシュティッシュちょっとミカルの鼻水がすごいよちょっとちょっとミカルの鼻水がすごいちょっとちゃんと感動、喜び、鼻水で始まった2019年でした家じゃないんだから XBOX 版 HD リマスターの発売に合わせてFF10 に挑戦シリーズの中でも男女問わずファンの多い作品を視聴者に叱られながらもプレイしようやくラスボスの元に到着初見のドグマはボスの行動パターンがわからないなりなんとか第一形態を撃破よし第二形態来いうわー何ラスボスの体内から出した剣がこの後ドグマを苦しめていくでもいやらしい攻撃が少なくない強力な何払いを受けここでゲームオーバージャイコフスキーそして2戦目第二形態まで行くも何払いの威力が強くてまたしてもゲームオーバーこれはなかなかですよこのままでは勝てないと踏んだドグマは視聴者と相談しスフィア版にて強化を図るそして3戦目2戦目までとは違い補助魔法と弱体化攻撃を利用し
時間がかかりながらも第二形態に到達。そして薙払いもダメージ軽減に成功。いいよかった、ダブルフレア。よっしゃ、いいですよ、ビッグ P。 P はパイオスの P です。ダメージを与えていくと徐々にラスボスの行動も変化が現れる。素晴らしい。2回は効いてない。危ない。なんで2回やってきたの。ここからは行動順をよく見て一つのミスも許されない状況となる。プロテスヘイスト入ってます。じゃあメガポーションで回復します。おい、もう1時間くらい戦っとるぞこれ。ここでユーナのオーバードライブがたまり、コマンド選択を視聴者と相談で、ここでマスター召喚獣でアニマを呼ぶっていう手もある。視聴者と相談し、強力なマスター召喚を選択することに決めたドグマ。じゃあアニマ呼びます。いいな、みんなでやっとるな。みんなでやろう、みんなでやろう。アニマよ来い。あ、しまった、普通に呼んでまった。しまった、普通に呼んじゃった。ちょっとなしなし、ちょっとなし、ちょっとごめん、ノンなし、ちょっとごめんごめんごめんって。さ、指さす確認を怠ったよ。ドグマのミスで召喚獣アニマが戦闘不能に。しょうがない、さようならアニマ。よし、再びオーバードライブの溜まったユーナのターンが来る。待ったよ。コメントが、おいおい、待ったよ、待ったよってみんな。そうね、ごめん、さっきミスったから、さっきミスったから、マスターやぞってみんなに言われてた。マスター召喚、指差し確認、バハムート、マスター召喚バハムート。よし、ああ疲れた疲れた。よし、メガフレア指差し確認くらえ。果たしてメガフレアでラスボス撃破なるか。指差し確認どうだ、なんかどう、わーすごいダメージ、どうだ、行ったか、どうどうだ、まだメガフレアだけでは撃破できず、反撃を食らいバハムートがここで戦闘不能に。そして大詰めの土壇場で視聴者からある提案が。決まりのGMAX。 わかった、決まりを呼ぼう、決まり呼びます、頼むぞ決まり。よし、行きます、決まりで、みんなコメント行きます、決まりで、決まり。やだ、よし決まり、決まったぞ。やだ。近年稀に見ぬ激闘を尊い犠牲で勝利するドグマであった。